ナイキのブレザーってあまり人気はないですか？まあ人気ないことはないけど、そんなうわーブレザーやとはならんのちゃいますかね。ブレザー自体は普通にコラボとかね、出たら人気はあるというか、でもブレザーっていうモデル自体の人気っていうのはそんなにないんじゃないかなと思いますね。昔はありましたけどね、ブレザー復刻されて、僕が高校ぐらいの時かなにブレザーがすごい人気の時あったんですよ。ナイキのブレザーって言うたらすごいなんかおしゃれみたいな、フォースワンとかなんかもうなんかちゃうみたいな、そのスケシューとかむちゃくちゃ流行った時に落ち着いたスニーカーのブームがその後来たんですよね。その時にブレザー流行りましたね。なんかスウェード使いしてるのとか、素材切り替えしてたりとかしてて、ちょこっとしたサイドのところにスウェードが入ってる、それだけでなんかおしゃれに見えるんですよ、大人っぽく。だからそんな感じで結構ブレザーは流行ってましたね、その高校3年ぐらいかな、2000年代も、初期の頃ぐらいですけどね。落ち着いたスニーカーの中でナイキ履くんやったらブレザーみたいな感じの時期はありましたね。昔もう20年ほど前ですけどね。人気ないってことはないと思います。未だに全然ね、あのブレザーでのコラボ出てますし、去年なんかで言えばレディメイドのやつとかなんかめちゃくちゃね評価高かったですよね。すいません、ここでアフレコ入ります。ブレザーの話してたんですけども、歴史とかどういうスニーカーだったかっていうところに関してもうちょっと詳しく触れたいなと思ったので、ここからブレザーのことを少し詳しくお話ししたいと思います。ブレザーは1972年に開発されたナイキ初のバスケットボールシューズです。その名前はナイキ本社のあるオレゴン州の NBA チームポートランドトレイルブレイザーズに由来してます。特徴はシューレースを通すアイレットで、ハイカットには12個のアイレットがあります。現代の場所は10個あればハイカットと呼ばれてもおかしくないんですけども、このアイレットの密度がブレイザーを象徴するデザインと言えます。しかし現在は主にミッドとローだけが復刻されています。その70年代の発売当時人気のあったブレイザーも、80年代になるとエアフォースワンなどの次世代バッシュへと世代交代していきました。そんな中、安売りされて型落ちしてしまったブレイザーに目をつけたのがスケーターでした。高い耐久性とヘリンボーン型のアウトソールのグリップ力は多くのスケーターに受け入れられて、バッシュとしてではなくスケートシューズとしてストリートに広まっていきました。そうやってストリートカルチャーに影響を与えたことから、ブレザーは数々のストリートブランドにコラボオファーを受ける存在になったと考えられます。ちなみに僕ブレイザーをブレザーって呼んでるんですけども、90年代に日本で発刊されてたファッション誌でそういう風に呼ばれてたことから、僕ぐらいのねアラフォーぐらいの年の人って結構ブレザーって呼ぶ人多いんですね。今でも同じくアディダスのガゼルもガッツレーって呼んでる人がいるのもそれが理由かなと思います。僕はその時の癖が抜けないんで今でも結構そう呼んでしまいますね。現在公式ではブレイザー、そしてアディダスのガッツレーはガゼルなので気をつけなあかんなと思ってますが、今日も普通にブレザーって言ってましたね、ずっとね。だからブレザーっていう人は僕と同じぐらいの年だと思います。今10代20代の人はちょっとジェネレーションギャップ感じたかもしれないですね。そんなブレイザーなんですけれども、オフホワイトのですねナイキコラボとして新作が出るっていう話がリークされてますね。いつ出るのか全然わからないんですけども、ちょっとこれも興味があるので、またね、出る頃には紹介できたらなと思います。まあ僕がゲットできてるかどうかは別の話ですけども。ということでスタジオに返します。元のモデルとしてはそんなむちゃくちゃ人気ってことではないと思いますけど、でも定番の形としてはありっていうところだと思いますよ。やっぱりそういうねコラボするっていう、そのブランドがわざわざそのねブレザーを使ってコラボするっていうことなんやから、やっぱりそれぐらいね定番人気はあるんじゃないかなと思いますね。